線の外側をまずガチャッとやってからガラガラガラッと切ってしまう。はい、すみません、ありがとうございます。下にこう、少ししか切れてないよ。きれいに4箇所まっすぐつけてください。ここの真ん中のところにこうサッと入れてカチッというところまで押し込みます。思い切って最後まで2、1、はい、あの、おお、1、発射。ただいまの記録52メートル。よかった、一番遠くまで飛ばせた。テープをまっすぐ巻くのが難しかったです。ちょっとドキドキしたけど楽しかった。いっぱい飛んで嬉しかったです。こういうあの楽しんだっていう、そういう経験を通してですね、科学に対する科学の目を育ててもらったらいいかなと思っております。ちょっと普通のシャボン玉とは違うよね、これね。よし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 、もうちょっと間違えて、ほら、四角、シャボンの四角できるのよ、ちゃんと。あー、こちら、こちら、こちら、ブースター、オッケー。最後の大きいシャボン玉が楽しかった。まずはですね、なんでなんだろうってその不思議に思ってもらうことがスタートかなと思ってるので、そういうそのなぜだろうっていうきっかけをこの多く作って、はい、あげられたなと思っております。よかったらアンケートに答えてくれるかな。また茨城クーポンを利用してくれるかな。为什么选择慈城机场呢？子どもたちがそういう理科とか科学技術とかに、まあ、興味を持っていただいて、将来ですね、そういった分野を支える方にですね、まあ、一人でも多く進んでもらえたら嬉しいかなと思いますし、もちろんあと科学技術ばかりじゃなくて、まあ、空港とかこういう航空の分野なんかにも興味を持っていただいて、まあ、そちらの方の分野にも進んでもらえる方が一人でも多くいれば嬉しいなというふうに思っています。おー、